자 여러분들도 뭐 그러겠지만 컵라면들 때그 컵라면 그물선 그 있잖아요. 저는 그 선까지 절대 물을 안 넣어요. 안녕하세요, 다홍입니다. 교화 재준상 노토크가락 한국어로 배우시ましょう. 자 여러분들도 뭐 그러겠지만 컵라면들 때그 컵라면 그물선 그 있잖아요. 자 여러분들도 뭐 그러겠지만 컵라면들 때그 컵라면 그물선 그 있잖아요. 皆さんンドルドクロゲツバンコンナミョンドルデブルソンイチェナヨ。はい。ここは皆様もそうでしょけどカップラメンに入れる時の水の線と話しました。水の線というのはお湯の線ですね。お湯入れる線。あるじゃないですか。 と話しましまたここで、えー、覚えてほしい、えー、注意してほしい発音があります。カップラーメンの発音がちょっと難しくて、こんなみょんという発音になります。これは2つの文法があるんですけれどもまず、パッチムビューの後ろのリュルは、ニゅンに発音が変わります。 で、このニウンの影響によって、び音化が起きるので、その前にあるびュは、また再びミウンに変わります。それによって、こんなミョンこんなミョンという発音になります。これは韓国語の標準発音法の第19項に書かれています。えー、ギアとびュのパッチムの後ろに来る。 え最初の文字最初のシーンがリュウが来る場合はこのリュウがニュウに変わるという、えー、そういう規定がありますぜひ覚えてくださいではその例文を見てみましょう独立トンリトンリ前のパチムの記憶の影響で後ろのリュウがニュウに変わるさらにこのニュウの影響で前の記憶がインに変わるピーオン化が起きていますトンリップトンリップ はいもう一つ、ファンユル、確率ファンユル。これも同じく、気温の影響で、後ろのリールが2に変わる。さらに、微音ンが起きて、前の気温は2に変わる。こういう形で、規定の中で起きている文法です。はい、次、いっちゃなよのちゃなよに、皆さんちょっと見てほしいんですが、はい、何々じゃないですかっていう言い方になります。その例文を見てみましょう。 한국に行くじゃないですか. 한국에 가잖아요. 한국에 가잖아요. 가나라스 키 했더니 했다잖아요. 꼭 오라고 했잖아요. 꼭 오라고 했잖아요. 시코우 니 노래 나이 도로렇다잖아요 비행기를 못탈 뻔했잖아요. 비행기를 못탈 뻔했잖아요. 그 선까지 절대 물을 안넣요그 선까지 절대 물을 안넣요 私はその線までお湯の線まで絶対に水を入れませんと話しましたはい入れる乗ったという動詞を覚えてください入れるとか刺すとか加えるという意味を持っています類義語としてはと肌、たむたなどがあります 자 여러분들도 뭐 그러겠지만 컵라면들 때그 컵라면 그물선 그 있잖아요. 저는 그 선까지 절대 물을 안 넣어요. 께 오브에 데 오시 당고데스 컵라면 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 이래루 넣다 넣다 제타이 절대 절대 미즈 물물 컵라면 컵라면 넣다. 넣다. 절대. 절대. 물. 물. 컵라면. 컵라면. 넣다. 乗った絶対、絶対。むるむるメールマガを登録してくださった皆様に今日やった内容のテキストを配布していますぜひ登録してくださいそして今日の内容いいと思ったらいいねまたチャンネルの登録もよろしくお願いします